こんにちは、サラです。今回は初だと思うんですけど、エクセルオンリーメイクをやっていきたいと思います。多分初だよね。なんか年々記憶力が死んでいってて、自分が今までどんな企画をしてきたのかちょっと思い出せないんですけど、多分やってないと思う。もう昨日食べてたご飯とか思い出せないもんね。なんだっけな、カレーうどんだ。はい、それではやっていきたいと思います。まず最初、こちら、これ結構最近出たやつだと思うんだけど、グロウルミナイザー UV のベージュグロウってやつです。他にあとブルーとピンクがあったんですけど、イエローを買ってみました。パッケージはこれですね。光のオーラを肌に仕込む立体感ツヤ肌下地、6色の微細パールと美容オイルが配合されてる下地で、 SPF28PA3+ 入ってます。肌トーンの補正とツヤ肌って感じだよね。ベージュグローって書いてあったんで黄色っぽいのかなと思いきや、なんか普通の下地っていう感じで、割とパールいっぱい入ってます。はい、全体に塗るとこんな感じです。ちょっとね C3PO みたいになってるんですけど、まあ、上からファンデーション塗るので多分大丈夫。まあ、一見テカテカなんですけど、これはなんかしっとり感によるツヤでこうなってるわけではなくて、パール効果でこう発光して見えてるので、そんなベタベタではないです。で、次こちら、これも初めて使うんだけど、ミルキーフィットフルイド MF01、 一番明るい色を買ってみた。とても薄付きでいい感じ、カバー力もそこそこあります。こっち側だけファンデーションを重ねてみました。じゃあ反対側も塗っていきます。はい、そしたら私がよく使っているサイレントカバーコンシーラーを使っていきます。で、いつもこの一番下のカラーだけ使ってます。これね、マジで良い。なんかファンデーション全部合わせてるからより馴染みやすい気がする。はい、そしてこちらクリアルーセントパウダーナチュラルを使っていきます。コフレで毎年ね、コフレっていうか冬の限定で、あのピンクのパッケージのパウダーが出てるんですけど、今年買いそびれてこちらをね使っていきたいと思います。保湿成分リピジュア配合のふんわりパウダー、内側ひしっとり表面サラサラで、一昨年はあのパール入りタイプの方を買ってたんですけど、この通常版のやつのなんか大きな差は感じないですね。普通にいいです。これもパッケージは限定の方が可愛いんだけど、はい、こんな感じです。なんか通常版も全然使いやすいですね。粒子細かいしふんわり仕上げです。はい、やっぱパウダー重ねると C3PO 感がだいぶ軽減されましたね。はい、そして定番のこちら、パウダー&ペンシルアイブロウ EX PD13 番で眉毛を描いていきます。 PD13 番は多分初、アッシュグレーっていうカラーですね。もうこれもね、何本使ったことか。まずパウダーで眉頭らへんを描き、あ、色いいかも。13番でペンシルで描きます。はい、こんな感じです。黒髪の人も全然いけるカラーですね。そして眉マスカラはアイブロウマスカラ N の BM03 番使います。これも初、ちょっと水っぽい感じ。思ったよりしっかり色ついていいかも。はい、そしてアイシャドウ塗っていきます。シマリングシャドウ SS01。 待って、なんか剛毛すぎて自分の親指に毛が刺さってんだけど、怖っ。これね、しっ
っとり感あるので、この上になんかパウダータイプを重ねるときに粉飛びしなくていい。アイシャドウベースの役割も果たしてくれる。アイプチとは相性が悪いかもしれない。で、発色は濃すぎず薄すぎずでいいですね。下まぶたもブラシで塗ります。いつものねパウダーのアイシャドウを使おうと思ったんですけど、もう散々ね私の動画で紹介してると思ったので、今回はちょっと違うやつを買ってみた。で、この上からシャイニーシャドウ NSI04 番のせます。すごいキラキラで、キラキラマニアに人気らしい。私もキラキラ好きなんだけど、こういうシルバー系のキラキラあんまり買ったことないから。こんな感じ。このシマリングシャドウとの相性がとてもいい。のせやすい。で、涙袋にものせます。なんかパッケージで見るとすっごいギラギラなのかなって思うんですけど、こうやってのせてみるとそんなに主張激しくない。で、次アイライナー使っていきます。カラーラスティングジェルライナー CG04 番、ペンシルタイプですね。これね、色がめっちゃ可愛いの。こんな感じ。赤み強めのブラウン。で、マスカラ、エクセルロングラスティングマスカラ EX を使います。これですね、これも初。高温多湿な環境下でも耐えるカールキープ力の高いマスカラ。汗皮脂水にもにじまず瞬間カールアップ。こんな感じでブラシの毛が短い。こんな感じです。ロングというよりかはボリューム系ですね。で、毛の長さが短いので下まつげとかも塗りやすい。はい、ということで今ね、折り敷きっていう皮膜タイプのアイプチを使ってみたんですけど、全然ね大丈夫でした。で、次こちらハイライトシャイニーパウダー NSN01 番使っていきます。これね、昔からあるよね。かなりラメ感強めのハイライターです。いい感じにツヤ感出てる。あと鼻筋に塗ってみます。ちょっとだけね。あ、これいいね。なんかビビってちょっとだけ塗ってたんですけど、結構いっぱいつけても大丈夫。で、次チーク、スキニーリッチチーク RC3 番。これはね、前使ってました。まあ普通に使いやすい色のチークですね。カラーバリエーションはオレンジ系コーラル系が多めですね。で、最後リップはこちら、前動画でも紹介したグレイズバームリップ GB02 番ピーチタルト。これはリップクリーム感覚で塗れちゃう。はい、こんな感じです。なんか全体的に春っぽい仕上がりになった気がする。チークとリップの色かな。で、ツヤ感がねすごい綺麗で、マスカラ黒なので目力はガッて出てるんですけど、アイライナーが赤っぽいのでちょっとバランスがいい感じで。はい、ということで前髪をセットしてきました。こんな感じです。なんかアイシャドウがいつもより薄いからかな、まあ、ピュアな仕上がりになってますね。はい、で、個人的におすすめなのはこのおしゃれアイライナーと、あとこのアイシャドウがね、見た目よりもかなり薄く仕上がるので、いつもねアイシャドウ薄くしてる方にとてもいいと思った。
あとこのハイライトですね、見た目ギラギラなんですけど塗ってみるとすごい綺麗なツヤ肌に仕上がるので、これもおすすめで、このピーチタルト、この仕上がりすごい好き。はい、ということでエクセルオンリーのメイクでございました。ぜひ気になるものがあったら皆さんもチェックしてみてください。ということでチャンネル登録と Twitter と Instagram もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。